りのない人生とは何か。ということでお届けします。こんにちは。累計2億円以上得てる工学を使って副収入を得る方法を教える専門家、栗原久美子です。今日はあなたが役に立つことのお話をさせていただきたいと思います。この話を聞くとあなたが、ね、悔いのない人生を送ることができますし、この話を逆に聞かないと何かと言いますと、毎日毎日普通に生きていて気がついたら70、80になって病気になったりとか体が動かなくなったりして、あの時やっておけばいいかったとですね、後悔をする人生を送ることになります。はい、では年配の方、70、80、90の方についてアンケートを聞いた結果、アンケートというのもいっぱいあるんですけれど、そこで必ず共通してある答えというものがあるんですね。それは何かというと、〇〇をやっておけばよかったというものです。〇〇をやっておけばよかった。70、80、90の方というのはそれだけ長い間生きてこられて、それだけいいことも悪いこともですねと思います。やって失敗をして悪かったなって思うことではなく、これやろうかなと思っていたことでも、例えば会社があるから辞めたとかですね、あと家族が反対するから辞めたとかいうことに対してすごい後悔をしてるんです。まあ例えば好きな人に告白すればよかった、家族をもっと大切すべきだった、あと人に合わせて我慢しないでやりたいことをやるべきだった、貯金ばかりしないでもっとお金を使えばよかった、あと旅行とか友達ともっと遊べばよかった。で、一方今の日本社会を見てみますとですね、悩んだらやめておこうという価値観が蔓延しております。自分がこうやって失敗をするよりも失敗を恐れてですね、リスクを取らないという価値観が蔓延してます。で、これ、まあ、価値観といいますか、日本のですね、義務教育というのが、私たちがもう馬車馬のように働いて会社のため国のために尽くして税金をたくさん払うように、そのように教育をされてるんですね。まあ、国とか会社のためにね、私たちが動くように作られ、教育されてるのが義務教育です。だからこそ私たちが、まあ、例えば、まあ、会社で残業してほしいって言われたけど、それよりも奥さんとデートをするとか言ったら、奥さんのデートを、まあ、次の日に断ってですね、会社に尽くすという方が素晴らしいというふうに言われるようになってるんです。まあ、その方が国とか会社にとっては自分のプライベートを優先するのではなくて、仕事をする方がいいですか。あとお金についても、自分の楽しみに使うのではなくて貯金をしてもらう。もう本当失礼な話なんですけれど、あなたが貯金をして、貯金を使わないで亡くなって、それで相続税として、まあ、国に納めると、そちらの方が国によっていいですし、まあ、会社にとってもあなたがお金を使って遊ぶ時間よりもあなたが働いてくれた方が嬉しいわけなんですよ。やりたいことをやらないで言うと、もう本当にですね、言い方悪いですけど、国とか会社に搾取される人生になってしまうんですね。だから自分の人生を考えた時にですね、やるべきことはやりたいと思ったことはもっとやるようにしましょう。もちろんね、最初はまあやったことないこと、小さな損とかするリスクは増えるかもしれないですけれど、人生全体で損をするリスクは減ります。私もそのことに全然気づかないで20年間の長い間、家と会社の往復、あと病気と主人を介護しながら片道2時間かけて会社に通い、家の会社の往復、また休日は疲れて寝るだけのせいつまらない人生を送っていました。で、顔もこんな感じですよ。もう今と全然違うと思うんですけど、これが実際の数年前の私です。でも、ね、この子は人生変えないってやり直した結果です。初月で10万、2ヶ月目で50万、3ヶ月目で100万、4ヶ月目で150万円を得て、今では累計2億円以上いて、海外にも17カ国行きましたし、あとこうやって顔も、ね、見てください。比較して全然違いますよね。これだけの美しい顔にもなれましたし、あと、まあ、自分の幸せだけでもなくて、主人とか友達、ビジネスパートナーのミシュランのレストランとか、あと一緒に海外旅行へも行けるようになりましたし、それだけではなくて私自身がですね、もうその幸せを皆さんに届けたいと思って、こうやってデヴィ夫人とのチャリティーパーティーとか、あと国内の子ども食堂、あとは海外のですね、孤児院とか保護団体にですね、寄付をさせていただくことができました。なのでですね、こうやって人生変えたいとやりたいことは、そのやり方を教える、今まさにあなたにチャンスが来ております。なのでですね、その方法を知りたい方はこの下にボタンがあるので、このボタンをクリックして、それで私のセミナー&説明会、そのやり方を教えるセミナー&説明会にぜひぜひ参加をしてくださいね。まあ、これを参加をする私自身も変えたきっかけというのが、私の先生がやってるこのセミナー&説明会に参加をして、それで、はい、私やりますとですね、言ったのがきっかけです。まあ、この人生変えるのも、すでにその人生を叶えてる一人の人との出会い、たった一人の人との出会いでね、こうやって人生を変えることができます。なのでですね、あなたにもそのきっかけ
かけを私はプレゼントさせていただきたいと思いますので、ぜひ私とお会いできるのを楽しみにしています。それではまたお会いしましょう。